今日はジンくんの写真集が届いたので開封しようと思います。ちょっとめっちゃ可愛い。前回ので学んだので、なんか出さないといけないものは全部出したかな。では一つ一つ見ていこうと思います。これがポスターかな。いやめっちゃかっこいい。何これ、めっちゃかっこいい。やば、かわいい。最高すぎる。めっちゃいい。てか運んでもらっといて何年ですけど、佐川さんからもらうと、マジ外側の段ボールがタバコ臭すぎて部屋に一瞬たりとも置いとけない。臭い。よいしょ。この辺は跡がいいのかな。あ、見えちゃった。これは見よう。かわいい、かわいい。これやっぱあれなんですね、全種類買って揃うやつなんですね。かわいい。わあ、これもめっちゃかわいい。こっちは後にしようかな。先に中身見ようと思います。わあ、ここすらかわいい。てか、もう海とジンくんが最高すぎるし。めっちゃ可愛いんだけど。最高。めちゃくちゃいい。うわ。良すぎて、ちょっと普段以上に語彙力がなくな。めっちゃいい。可愛い。なんかもう背中すらかっこいい。わっ、釣り来た、釣り。かわいい。でも絶対こんなかっこいい漁師いない。失礼かもだけど、かっこよすぎる。釣れてる、かわいい。ほんとスーパーチャンプな。わあ、次のテテちゃんのはこんな感じになるんですね。わあ、ヨンギさんのが楽しみすぎる。めっちゃいい。では最後の言おうと思います。あー、かわいすぎる、かわいすぎる。めっちゃかわいい。これ、あ、反対だった。こっちだった。ここちぎるのかと思ったら、こっち側普通に開いてた。これが例の
魚のステッカーめっちゃ入ってる。え？かわいい、ジンって書いてある。こっちがサンオかな、サンオで、こっちがチャムチなのかな。かわいい、これ、え？後ろにもある、ピントが、え？ってことはこっちもあるのか。え、ほんとだ、後ろにもちゃんとジンって書いてある、かわいい。とりあえず一匹ずつ携帯の後ろとかに入れたらいいのかな。めっちゃかわいい。え、ただこれって本当やっぱこっちから開けるのかな。なんかさ、毎度おなじみだけど破れてるんだよね。こっちは開いてて正解でいいと思いたいけど、え、こんな袋すら大事に取っておこう。見れば見るほどめちゃくちゃ可愛い。2匹ずつ入ってるとか、かわいい。意味わかんなくてかわいい。前回メンバーので買ったやつ、これどことつながってるのか。あ、え、やっぱ全然関係ないのか。やっぱ全然違うとことつながってるのかな。最初の買えなかった。わあ、全然私の2枚じゃつながらないもんね。どこって感じになっちゃった。どなたか全種類買った人ので最終形態見てみたい。分厚さとかどうなんだろう。は、一緒か。分厚さは全然同じぐらい。同じぐらい。そういえば前回このカレンダーもったいなくて使う気はなかったんですけど、毎年万端はシーグリちょっと遅かった気はするんですが、イプニとかトゥバとかはもうシーグリのご案内が出たのに万端が出ないので不安。いつも可愛いカレンダーを飾ることで癒されてるのに、早く出てほしいです。とりあえず日々の癒しのために携帯の後ろにこの子たちは挟もうと思います。では今回の開封は以上になります。見てくださってありがとうございました。